劇的に今まで取り切れなかった腰痛が明らかに変わりますので、皆さんぜひ試してみてください。はい、皆さんこんにちは。オリジン4開発者の渡辺です。本日も動画の方を見ていただきまして誠にありがとうございます。本日皆様に、お伝えする動画は腰痛で、多分、今見てらっしゃる整体院に開業されている先生だったり、整骨院に開業されている先生、いろんなこう多岐にわたる腰痛の治療をされてきてると思うんですけども、なかなかその腰痛の患者さんでも、例えば施術をした後に立ち上がる時にまだちょっと痛みが出たり、そういう経験されていると思うので、それを、劇的に、取っていく施術を今日皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、最後まで動画の方よろしくお願いいたします。取り切れない腰痛に関してなんですけども、そこに関して今回皆さんにお伝えするのは3つあります。そのうち1つは足首です。で、腰と足首がなぜ関係しているのかと言いますと、足関節ですね。この足関節には前頸骨筋と後頸骨筋で、これに関しては最終的に座骨神経とつながっていきますので、結局そっちの、腰痛の原因はこの足首から起きることっていうのもありますので、まず足首をゆっくり回してあげてください。グリ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 と前頸骨筋後頸骨筋が動くのかを確認できるので、で左右ですね。で、今腰痛訴えられた箇所っていうのが、もう本当に仙腸関節なので、まあ、ど真ん中ですね、はい、右左であれば同側側の足首っていうような形になるんですけども、真ん中なので両方一応動かしてあげてください。で、中にはもうこの足首を動かしてる時点で仙腸関節がぐーっとこう動くのが確認できる、方もいらっしゃるので、しっかりと動かしてあげてください。2つ目はヒツカ筋です。で、ヒツカ筋なんですけども、じゃあなぜヒツカ筋なのかと言いますと、先ほどお伝えした座骨神経ですね、座骨から出ているこの座骨神経というのはこの膝下筋を通っていますので、この膝下筋の張りによって座骨神経を引っ張り上げてしまって、それによって腰痛が出ている患者さんもいらっしゃるので、膝下筋の場所なんですけども、分からなければ膝関節屈曲位にしていただいて、ちょうどこの関節のところですよね。で、こっから指1指2指分ぐらい上に1回上に上げます。上げたところからこの真下に滑り込むような形で入れていくとゴリゴリしたところがあるので、これが膝下筋です。はい、これをしっかりとほぐしていきます。で、この大腿部、ハムストですね、大腿部のこの大体3分の1ぐらい、1、2、3分の1ぐらいにこういったところに硬さが出ているので、これはその座骨神経引っ張っているような形でこの硬さが出ているので、で、逆にこの膝下筋をグッと入れるとここ緩みますので確認できます。逆にこの硬いところを引き上げると、引き上げた状態ですと今度この膝下筋が緩むので、なのでまずこの膝下筋をしっかりと緩めてあげてください。マニピュレーション入れたり持続圧、ずっと持続圧でもいいです、どちらでも。で、結構やっぱりそのゴリゴリしたところ、中にはそれが強刺激と感じて、もう痛さが強くて患者さんは耐えきれない時もあると思うので、まあ、その時は患者さんの様子を見ながら、まあ、様子を伺ってしっかりと施術してあげてください。で、しっかり
筋肉をほぐした関節に関してはその関節をしっかりと動かしてあげてください。で大体のちょっと3分の1ら辺のところですね、さっきの硬さとしっかりこうほぐれていくのが分かるの でここが取り切れなければもう少しこっちを緩めてあげてください。でこれも左右一緒です。仙腸関節痛に関しても左右一緒。ここもちょっとここの硬さを見てあげてください。引き上げてあげればこっち緩んでいくのが分かるので、なんとなく感覚が変わるの分かりますよね。こう押さえるとここの感覚、これ押さえてないとこの感覚です。ぐっと押さえ込むと、はい、そう、はい、で、せっかくなんでしっかりと動かしてあげてください。で、この時にこの仙腸関節も少し動きを確認してあげてください。よし、じゃあ最後、最大なる3つ目、肩にあります、肩関節のこの液下ですね。で液下のこの例えば、この小円筋、前鋸筋、肩甲下筋、こっちを緩めていきます。で結構こうぐーっと押さえると圧痛点があるので、この圧痛点のところをなるべく充熱してほぐしていってください。でこれ指でやると結構やっぱり敏感なところでやっぱり痛みがどうしてもやっぱり出やすいところなので、なるべく手のひらで充熱してあげてください。でこの充熱し終わったら、先ほどの膝関節と同様しっかりとこの肩関節を動かしてあげてください。でこの3つに関しては今、皆さんが普通に施術している中に例えばその最初に入れてもらってもいいですし、その皆さんがされている施術の途中でもいいですし、最後に入れてもらってもいいですし、劇的にその今まで取りきれなかった腰痛が、明らかに変わりますので、この3つぜひ皆さん使ってみてください。よしと、よしと、側関節、膝下筋、あと肩周り、特に液下付近ですね、小円筋だったり、前鋸筋、または肩甲下筋、この3つを施術、今皆さんされている施術に取り入れることによって、今までなかなか取りきれなかった腰痛というのが劇的に変わりますので、皆さんぜひ試してみてください。今回のこの動画、良かったって思われた方はいいねボタンと
方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴の方ありがとうございました。